E15 線は、欧州自動車道路の A クラス幹線道路。A クラスの主要道路としては2番目に短い。ノルウェーの王からスウェーデンのルレオまでを結ぶ。長さは880キロメートル。ノルウェーの部分は、オーラブ五星道路とも呼ばれる。王、レイクネス、スボルベル、ガリスフヨードバトン、エベネス、ビエルクビク、キルナ、トウ、ルレオ等を経由する。 道の多くは舗装された2車線である。スウェーデン側では時速9 0トル時速1 1 0トルの制限速度であり、道幅は7から8メートルで、重車両も問題なくすれ違うことができる。ノルウェー側ではスウェーデン側に比べ道が曲がりくねっており、幅は6から7メートル多くは速度制限は時速8 0トルである。過去15年間の新設。 後進部は7.5メートル幅で作られたが、いくつかの場所ではかなり狭いまま残っている。6メートル幅の場所では、駐車両のすれ違いには狭い。大字角の50キロメートル程度では6メートルより、狭く5メートルの場所も存在する。バスやキャンピングトレーラーは運転を避けるべきであるが、 にもかかわらずこういった車両も通行している。1992年から E10 の名前とされた。1985年以前は E15 線はパリ・ブリュッセル・アムステルダム・フロー人間を走る道の名前として利用されていた。ノルウェーのナルビクとスウェーデンのキルナ間の道は1984年に完成し、それ以前は2都市間を直接結ぶ道が存在せず。 鉄路で1日に3回の旅客列車で移動するか、フィンランドを通した大規模な迂回を行うかであった。2007年、フィスケボールとガリス不要ドバトンを結ぶ、路方天本土接続道路の完成で、路方天近郊の道の迂回部が 30km ほど、短絡し、フェリーサービスが E15 線でバイパスされることになった。2007年には、 E15 線は18のトンネル部がありそのすべてが、ノルウェーに存在する。ありがとうございます。